恐るべき黒十字軍の鉄の規律により日輪仮面は仲間の手によって殺された。そして現れたのが鉄人仮面テムジン将軍。ヒーローたちは新たな敵に打ち勝つことができるのだろうか。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー、地球の平和は君たちにかかっているのだ。